本当にお前ら女のおの字もないな。いろいろ工夫してくるもんだな。相手側もなかなかいいアイデアだよ。軽自動車ってのは下り坂ではびっくりするぐらい速いもんだ。それでも勝っちゃいましたけどね、匠のやつは。いるんですかね、今の匠に勝てるドライバーなんての。それはただの思い過ごしじゃないのか。あ、おお、匠だ。お前なあ、いい若いもんが休みの日にやることないなんて。前回はやめとこう。そう簡単には。買ったりいいから早く帰ろう。走りにそれほど差があるわけじゃない。車の差がでかいんだ。悪いけどあんなのは全然限界じゃないから。なんで雪の日にわざわざ走りたがるのかわかんねえよ。なくて怖いって言うけど、ツルツル滑って走りにくいだけだし。言わんこっちゃない。俺86乗っててそんなこと思ったことないぜ。強すぎだよお前ら。どこへ行っても敵なしなんじゃねえの。これだけ馬力出ると足回りが辛いな。そうがっかりすんなよ。みんな滑るか滑らないかわからなくて怖いって言うけど、 90% ぐらいでいいや。こういう時もあるって。半端じゃないっすよ。もう決まったのか。何かの間違いじゃないですか。俺知らないっすよ。今度はどこで。結構気にしてもらってんだ。俺は聞いてねえぞ。なあ、本当だよな。プロジェクト D に入ってから急成長してるもんな。だからやることなくてついふだ。そうか、そう簡単には負けねえよ。なんかあんま本気になりすぎないでくれよな、いつきの車。毎日バトルしてるドライバーなんて。じゃあそこまで頑張ってるんなら、86とインプレッサの車間は初めの頃より少しは縮まってるんじゃないのか。それが技術の基礎を固めるのには都合のいい環境だった。そこで次のステップとして技術の引き出しを増やす段階に来てる。俺でも分かるくらい4区っつうのはやっぱ安定してるよ。すげえな、パワーがあって面白いや。ちょうどうなずけるな。だからさ、スランプなんてぬるいことを言ってるようじゃ別に文句も言わねえでやってるよ。前よりきちんとやってるくらいだ。速いだけじゃない、頭いい。ほう、また追っかけてきたぞ。走り始めた直後はヨタヨタしていたのに、このままじゃ俺のメンツ丸つぶれだ。ムカつくんだよ。短時間のうちにプレッシャーをかけても乱れねえ。なぜこれほどすごいテクニックを持ってんだ。
俺のダウンヒルについてこれる奴なんていねえんだよ。なんだ、あのコーナリングは。あんなの絶対偶然だぜ。見てろよ、群馬最速の男が誰か証明してやる。それは俺。気になってしょうがないんだろ。このナイトキッズの中里武史だってな、きっぱりと俺が負けるって面と向かって断言したからな。スピード出すとついてこれねえかよ、拍子抜けだな。お前この頃おかしな動きをしてるみたいだな。何をやろうと自由だが、ナイトキッズの名前に泥を塗るような真似だけはするなよ。走り慣れたコースでも雨は油断できねえぜ。面白くねえな、ムカつくぜ。こんなもんかよ。ゴールが近いからって焦ってきやがったな。群馬エリアのダウンヒル最速はナイトキッズの庄司慎吾だろ。少しはやるな。安心したぜ。もっと早くなるために。こっちにだって地元の意地ってのがあるからな。コースに慣れてる分、俺に分があるのは当然だからな。秋名の下りじゃ勝負は分かりきってるんだ。俺のテクニックもそれなりに通じるってことか。確かに早いけどチャンスはあるはずだぜ。おお、その意気だぜケンジ。これでもスピードスターズじゃトップ3に入る実力なんだぜ。いったな。乗ってくれ匠。ついてこれるわけねえだろ。あんま無茶しないでくれよ。あんたとバトルできて勝負は分かりきってるんだ。うおー、スタートダッシュ成功。俺の方がリードしてるみたいだぞ匠。相手もなかなか早いぜ。何を卒業しろってんだ。俺だってやるときはやるんだよ。あんま本気になりすぎないでくれよな。やっぱり秋名じゃ勝負にならないな。よーし、ここは一つスピードスターズのテクニックを見せとくか。俺たちのテクニックを見せてやろう。バトルの緊張感がこっちにも伝わってきてる。飲まれたら負けるぞ。リベンジバトルってやつか。さすがに痺れてきたぜ。ちょっと引き離しすぎたかな。
まさかこんな展開になるなんて予想しなかったぜ。いない、一体どうなってんだ。いや遅いんじゃない、向こうのドライバーのテクニックがすごい。食いつかれた。なんだそりゃ、コーナー抜けるたびに心臓がドキドキするな。